ていうかな。はい、こんにちは。今日は、柔軟体操を真面目にちょっとやろうと思います。カウントずつぐらい上がるかな。どのぐらい上がるだろう。すごく硬くなっちゃってる。ちょっときつい人脱いじゃおう。せっかくつかないんだもんね、顔に。硬くなったよね。あ、でもやってる人いたんだ。顔に近くなってくる。反対側も。これがまた顔につくように、軽く顔につくようになるまで頑張ろうと思います。左の方が硬い。硬い場合はもみほぐしだよね。もう一回左チャレンジ。やっぱ左硬い。あ、でもさっきよりは顔に近づいてるね、膝が。真剣にやればまた柔らかくできる。こう、なんていうか、このフレックスの時とつま先を伸ばした時と伸びるところが微妙に違うので、どっちも丁寧にやろうと思います。息を吐くね、息を吐く。ストレッチに大事なのは息を吐くこと。ちょっと腹筋もやろうかな。私の腹筋はね、あんまりこう頑張るこういう腹筋じゃなくて、ゆっくりゆっくりの腹筋なんです。あ、気持ちよくて起きらんなくなっちゃう。なるべくゆっくり起きる。で、なるべくゆっくり下ろす。ゆっくり起きる。これ私の腹筋なんです。こういう頑張る腹筋じゃないの。そういうのは苦手なのでは開脚いこうと思います。ちょっとなるべく離れてね。よし、これでも入らないもんね。今足はフレックスになってます。横にね、ちょっと見えないよねこっちにずれないとね。これね、あの地面の上、草の上とかでやると全然伸び方が違うのね。やっぱりアーシングしながらストレッチやってることになるから、あの全然伸び方が違う。これ試せる人は試してみてほしい。床の上で室内でやるのと屋外で草の上とか地面の上でやるのと全然柔らかさが、自分の体の柔らかさが違うから、こう機会がある人はぜひ試してみて。だよね、ここね前に倒そうと思います。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちょっと揺すったりもして、これも後ろに足がぐるんと行くところまでまた行けるように頑張ろうと思います。今ちょっと無理だけど、ちょっと前後回転、私背骨を折っているのであんまりここがこうキュッと起きないんだけど、でも一応これあの床の上でやると開かないんだけど、こうやって土の上で草の上でやると開く。本当にこれはね不思議、あ、でっかいアリンコ不思議なんだよね本当に。あ、死ぬね。これがね、ギュッとここを折ってなければ、ギュッ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 と後ろにこれがもっとギュッとまっすぐ立つんですけど、でもまあ背骨一度ぶち折れてるのに こんなにあれしてるっていうのはね、もう奇跡だからありがたいことですよ。よし、よし、じゃあちょっとね。